ハープームはアメリカ合衆国のマクドネルダ・ダグラス社が開発した対艦ミサイル。アメリカや日本など30カ国以上が採用しており、西側諸国ではフランスのエグゾセと史上2分するベストセラーとなっている。アメリカ軍においては艦隊艦型は RGM-84、潜水艦発射型は UM-84、空隊艦型は EGM-84 として、 正式化されている。愛称のハープーンは捕鯨用の森の胃。ハイポイントから発射された試作型ハープーン1965年、アメリカ海軍航空システム軍団は、ブルパップミサイルの後継となる兵器の開発に着手した。当初は航空機から浮上潜水艦を攻撃することが主目的として構想されており、 ハープンという公式の愛称もこれに由来するものであったが間もなく対艦兵器としても考慮されるようになった。また1967年にエーラート事件が発生する前の段階ですでに艦上に搭載しての艦対艦ミサイルとしての運用が想定されるようになっていた。1968年より計画は公式に開始され、1971年6月には マクドネル・ダグラス社が主契約者に選定された。1972年10月17日には初の死者が行われ、1974年には誘導死者に移った。量産は1975年から開始された。SSM 型の RGM-84A が1977年より配備開始されたのを皮切りに、 ASM 型のイ g i 八8 4 a は1979年、USM 型のユム八8 4 a は1981年により配備されている。その後、イギリス海軍の要請に基づき、巡航行動をさらに低空化するとともに、週末工程でポップアップせずにシースキミングのままで突入する、要誘導装置を変更したユム八8 4 b が開発された。 この能力は次の改良型にあたるブロック1バイトにも導入され、これはアメリカ軍においてエイジム RGMUM-84C として正式化されて1982年6月より配備を開始した。第3世代の改良型となるブロック 1C は1985年に実用化された。これはジェット燃料を JP-6 から JP-10 に変更することで射程を延伸するとともに誘導装置に改良を加えたものでありアメリカ軍ではエイジム RGMUM-84D として正式化された次の改良型となるブロック 1D の開発は1989年より開始され1991年9月4日にミサイルが初飛行したこれは 燃料タンクを大型化して、射程をさらに延伸するとともに、目標の補足を失った場合の再攻撃能力を付与したものであった。ただし、冷戦の終結もあり、ブロック 1C からの改造計画はごく少数で、打ち切られた。1996年、マクダネル・ダグラス社は、次世代のハープーン2000計画を公表し、これは後にブロック2となった。これは、 中間誘導に GPS を併用するとともに、弾頭を大型化して、遠海域での戦闘への適合化を進めたものである。また、ブロック 1D ほどではないが、射程も延伸されている。なお、1990年には、本機の基本設計を元にした対地ミサイルとして、スラムが開発され、エイジム -84E として正式化された。これをもとに射程を延伸したスラム ER も、 開発されて、こちらは1994年度からイジム -84H として配備を開始した。ミサイルは先端の尖った円柱形であり、中央部は後寄りに4枚の安定翼、胴体末尾に4枚の小型誘導翼がある。空中発射型は航空機から切り離されると、そのままサステナーのターボジェットエンジンに点火され飛行する。一方、 潜水艦発射型と艦船発射型は共に固体燃料、ロケットエンジンのブースターを装備しており、約7秒間ブースターによって加速された後に、ブースターを切り離し、初期速度を得た後にターボジェットサステナーによる飛行に切り替わる。翼は発射後に展開される。艦船発射型は通常は円筒形のキャニスターに収容され、 連装な内し4連装の発射機に課されて搭載されるが、マーク13単装ミサイル発射機やアスロック用の8、連装発射機からの運用も可能である。潜水艦発射型は専用のカプセルに入れられ、巨大発射管から発射される。海面にカプセルが到達すると、そこからミサイル本体が飛翔を開始する。また、 艦船発射系を地上発射型に改良した派生型も存在しており、デンマーク海軍と韓国陸軍が運用している。発射時にはあらかじめ敵艦の大まかな位置などの情報を入力し、発射後は艦船誘導によって敵艦の方向へ飛翔、最終段階では自らレーダーを作動させて、アクティブレーダーホーミングにより目標艦船へと突入する。また、 敵艦の大まかな位置情報の入力もせず、飛翔方向のみ指定し、発射することもできる。これは、通常の RBL 方式に対し、ボル方式と呼ばれ、発射後指定の距離まで達した段階で、ミサイルのレーダーを作動させ、飛翔方向左右45度の範囲で索敵を行い、発見した目標へ誘導、突入させる。敵艦までの飛行経路としては航空を巡航する。 方法と低空を巡航する方法が選択可能であり、通常はシースキミングを使用する。ブロック 1C からは複数の経由点を設定することで、迂回航路を設定できるようになった。また同時にシースキミングを使用した場合、敵艦着弾前には一度上昇してから降下しつつ、敵艦上部に命中させる方法とそのまま、 敵観側面に命中させる方法の二つが選択可能となった。ポップアップは命中率が高まるが、そのまま命中させるのに比べて期間に迎撃のチャンスを与えることとなる。逆にそのまま命中させる場合は若干命中率が下がることとなる。最初期型のハープーンでは、ポップアップ、ライブのみ、ブロック1バイトでは、 シースキミングのままで突入する方法のそれぞれ一つしか選択できなかった。終末誘導にはテキサスインスツルメンチ社による空バンドのアクティブレーダーホーミング誘導装置が用いられる。エイジム -84 を搭載した TA-4FRGM-84 を発射したイスラエル海軍のサール4型ミサイル艇。ありがとうございます。